阿部久樹は、岩手県一関市出身のプロ野球選手。右投右打ち。中日ドラゴンズ所属。小学校から軟式野球を始め、中学校は軟式野球部に所属した。岩手県立一関第一高等学校では、県大会優勝、東北大会優勝が最高で、甲子園出場はなかった。明治大学では、1年春からベンチ入りし、3年春に三塁手のレギュラーを獲得。4年秋には15年ぶりのリーグ優勝に貢献した。リーグ通算64試合に出場、198打数52安打、打率263、0本塁打、14打点を記録。ホンダに就職し、車体に配線をはめ込む仕事をした。ホンダでも野球を続け、2年目には日本選手権に出場。2015年10月22日に行われたドラフト会議にて、中日ドラゴンズから5位指名を受け、11月26日に契約金5000万円、年俸1000万円で仮契約を結んだ。同年に引退した和田一弘の背番号5を継承した。2016年中盤に一軍初出場した。この年は打率1割台に終わるも、9月14日の対読売ジャイアンツ戦では、スコット・マシソンからプロ初本塁打を記録した。2017年は21試合に出場した。2018年は18試合の出場に止まり、秋季キャンプでは外野手の練習にも取り組んだ。2019年は開幕を一軍で迎え、開幕戦では二塁手として先発出場した。4月5日の対東京ヤクルトスワローズ戦では1年目以来と、なるプロ2本目の本塁打を記録した。シーズン途中から二塁手に定着して、初の規定打席に到達し、リーグ10位の打率291の成績を残した。2020年は前年に引き続き二塁のレギュラーとしてシーズンを過ごし、10月12日の巨人戦では、櫻井俊樹から10号にランを打ち、プロ入り後初となるシーズン2桁本塁打を記録した。最終的にダヤン・ビシエドに次ぐチーム内2位となる13本塁打及び61打点を記録し、ポイントゲッターとして活躍した一方で、両リーグ最多となる21併殺打を記録するなど、荒さも目立った。遠投110メートルの強肩で、俊敏な動きの高い守備力が武器。打撃では広角に打ち分ける技術とパンチ力を誇る。愛称はマスター。2019年に、伊藤勉ヘッドコーチからバーのマスターのような風貌という理由で付けられ、その後の阿部本人の活躍も相まって定着した。実家は稲作農家である。高校の同級生の東北放送アナウンサー菅生翔平によると、中学の岩手県選抜だったくらいなので、高校入学当初からうまかった仙台育英との練習試合で後にヤクルトに入団するYOSHIKIからホームランを打った。実はサッカーもとてもうまかった。ありがとうございます。